皆さんこんにちは昨年5月に陽気チャンネルを開催してまいりましてお道のお話を配信して今月で1周年となりますその間皆様方には大変ごひいきにしていただきおかげさまで70本の おお話をお届けすることができましたこの機会に洋徳者社,社長として一言お礼のご挨拶をさせていただきますとともにこれからの進め方についてご説明をさせていただきますその前に洋徳者とはどのような出版社なのかという話をさせていただきます。 ヨートシカが創立されたのは昭和19年です。それは第二次世界大戦が終わる1年ほど前のことになります。その数年前から戦時体制となり国民精神総動員による思想統制が強まり、 神も配給制となって、東京や京都の出版社は次々と解散させられたり、潰れていきました。二大新柱、長山正殿様は、このままでは日本の出版文化がダメになってしまうとご心配になり、京都の出版社を四社ほど九州合併して、 養徳者を作られました。鋭利にとらわれず、良い書物を発行して、我が国の出版文化を守ろうとされたのです。天理教には、正式の出版広報の機関として、同友者天理寺報社がありましたので、 これは天理教のためではなく、日本の出版文化を守るために、洋徳者を創立されたということであります。天理教なら何とかしてくれるのではないか、という期待が多くの作家や編集者から寄せ、より集まりまして、洋徳者創立の時には、川端康成が、 東京から駆けつけて祝辞を述べております。そして戦時中から昭和25年頃まで数年間いろんなジャンルの本を次々と出版してまいりました。どのような本が どのような作家のどのような本が出たかということをちょっと言いますと、作家で言いますと、森鴎外、高田露伴、川端康成、横光ー一、柳田邦男、亀井勝一郎、武者の幸治佐根康、佐藤春夫、吉川幸次郎、里見ん、堀達夫、新村出鶴など、 であります。さらに翻訳文としては、ゲーテ、トーマスマン、モンテニュー、パスカル、ホイットマンなどの本が出されましたそれ以外に文学論、芸術論、哲学書、美術の資料集、古文書資料、歴史資料など、学術書も次々と出版され、 思想的には偏らないスケールの大きなものでありました。日本の国中が焼け野原となって食べるもんも十分にないその時に出版史上三千と輝く一時期を隠したのが養徳者だったのです。養徳奏書といえば今80代 90代の古本屋さんなら誰一人知らぬ人はございません。戦後統制の重しが取れて東京をはじめ全国で出版社が復活してまいりましたのでその使命を終えた洋徳社は昭和24年にお道のし 教えを基本とする家庭雑誌「陽気」を創刊いたしまして今日まで70年以上の歩みを進めてまいりましたしかしながら現在では世界中で神を媒体とする新聞や雑誌は衰退の一途をたどっておりましてデジタル化が進み インターネットが普及するとともに、情報通信、情報通信手段の主力は、パソコンやスマホが、となりました。それゆえに、月間使用期を主力とする、洋徳者は、新しい施策を立てなければならない状況に陥ってまいりました。そんな中、昨年、 新型コロナウイルスの感染が拡大していき、自粛自粛が叫ばれました。本教においても、おじば帰りも、教会への参拝もままならず、お店のお話を聞く機会が極端に少なくなりました。今こそ月刊誌だけでなく、 お道のお話の動画を毎週のように配信すべきであるという強い呼びかけがありました。しかし、洋徳者にはそのことのできる専門のスタッフも機材も十分ありませんでした。しかし、そういうことを得意とする教会長さんや洋牧の方々が自分の機材を持ち寄って 集まってくださり、現在では9名ほどのスタッフがそれぞれ専門的に立場を持って勤めてくださるようになっております。誠にありがたいことであります。陽気チャンネルは大当たりをするような派手なことはせずに、真面目に真正面からお道の信仰のあり方、 教えの根本をお伝えすることを目標にして参りまして、とても好評を得て世界中で見てくださっているようであります。全視聴者の2%はブラジルで1、1%はアメリカで見てくださっているようであります。今後とも曜日チャンネルは、 この堅実な路線を堅持して参りたいと思います。一方、陽気チャンネルとは別に、サブチャンネルとして、陽気チューブ、陽気チューブを改札して、もう少し柔らかく面白いものを提供していくことになりました。例えば、 この人、この店、この品というタイトルで、要僕がやっておられるお店や品物を紹介していきたいと思います。まずはおじば、天理市のお店から奈良県、さらには全国へと展開してまいります。これはおじば帰りのための情報提供ということとともに、 将来的には通販サイトを立ち上げ、その品物欲しいと思う人にはお届けできるようになればと考えております。さらに、お道の中で役に立つ料理の番組や天理稼働を目指して、まずその第一歩として 生け花教室などを始めたいと思っております。さらに加えて、洋木のいろんな活動、ユニークな活動も紹介してまいりたいと思います。また、養読者のホームページの中に、ウェブマガジン養木を作りまして、今年リニューアルされて、好評を得ております。 月刊誌置きと連携して文書不況の充実を目指したいと考えています。このように4つの容器、すなわち月刊誌容器、YouTube の容器チャンネル、さらに YouTube の容器チューブ、そしてウェブマガジン容器、この4つの容器が連動して 一人でも多くの方に陽気暮らしをしていただければと念願しております。どうぞ今後ともお散らばいをくださいますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。